今村正宏は、日本の推理小説家。長崎県出身。代表作は、カバネ人相の殺人シリーズ。岡山大学医学部保健学科を卒業。声優の入江舞子はまたいとこである。大学卒業後、放射線技師として働きながら、小説を書き続ける。29歳で勤めを辞めて、執筆に集中。2017年、カバネ人相の殺人で、 第27回、相川哲也賞を受賞する。受賞作について、推理作家の北村香織は、奇想と本格ミステリーの融合が、実に見事。この頭の働きには、素直に脱帽するしかありませんと評している。同作は、このミステリーがすごい。2018第1位、2018週間、文春ミステリーベスト10第1位、2018。 本格ミステリーベスト10第1位、第15回本屋大賞第3位、第18回本格ミステリー大賞など、デビュー作ながら高く評価された。2019年には映画化された。受賞時点の紹介では、フリーター、兵庫県在住と記されている。ABC 第27回、相川哲也賞が決定いたしました。東京草原社、美学生図鑑、入江舞子、B ・アミ、 2016年12月17日閲覧。ツイッターページ。現在放送中の上木龍之介さん主演の映画の原作は、私のまたいとこのお兄さんです。イリエマイコツイッター。2020年1月3日閲覧。AB、本屋対象候補岡山大卒の今村さんデビュー作、カバネ人相の殺人、山陽新聞デジタルさんデジ。2018年5月4日閲覧。 相川哲也賞、兵庫県在住の今村正宏さん、カバネ人相の殺人が受賞本のページ、東京草原社、第27回、相川哲也賞を決定。新聞化通信社、2017年11月3日閲覧。本格ミステリーを牽引する、新たなある機種、衝撃のデビュー、カバネ人相の殺人。東京草原社、2017年11月3日閲覧。 上木龍之介浜辺南中村治成カバネ人相の殺人実写映画化シネマトゲー https www.cinematoday.jp スラッシュニューススラッシュ n01053952018 年12月20日閲覧緊急特報カバネ人相の殺人続編観光決定ウェブミステリーズ 東京創原社2018年12月21日閲覧スタッフネメシス日本テレビ2021年2月24日閲覧ありがとうございます